どうも、トシです。お久しぶりです。いやー、屋久島梅雨入っちゃいました。今日は5月の12日なんですけども、まあ、今日からこっちの方ですね、奄美の方とかも、梅雨入りしたっていうことでね、言ったなんですけど、とうとう屋久島にも雨の冬の季節がやってきました。ね、ゴールデンウィークは、結構晴れたりね、してたんですけども、まあ、それが終わって65年ぶりかなんかね、早い梅雨入りっていうことでやってまいりました。本当はね、またなんかベランダからの景色も送りたかったんですけども、まあちょっと、まあ梅雨入りと動画を今日はお届けしたいと思います。